月刊名古屋グランパス、よろしくお願いします。ミルクサッカーアカデミー井上でございます。大宮佐藤です。さあ今日も、プロサッカーデータマンの先生に伺っていきたいこのスペシャル、コンテンツでございますけれども、はい、はい、今日は本日は名古屋グランパスについてやっていきたいんですが、これ今見えてるかどうかわからないんですけど、いや本当にこのね表紙の宮原選手の、皆さんこの太ももを見てください。綺麗ですね。確かにそれムキムキというわけでもなくですね、なんか綺麗です。スッとされてますね。そんなことは置いといて、そうですね、あなた言ったんですよ。はい、すいません。じゃあ早速いきたいと思います。宮原選手、やっぱキーポイントプレイヤーがこのいつもの表紙には上がってくるということでね。はい、ということで今月のところから始めていきましょう。先月ですね。じゃあいきましょう、こちらです。ドン出ました。まあね、7月1試合やっちゃったところありますけど、まあ、6月のところからね振り返っていきたいと思います。まずは名古屋グランパスの良かった部分、6月編ということで、名古屋から世界へ、菅原由紀成の AZ 移籍が決定。おめでとうございますでいいんですもんね、AZ。すでに練習試合では得点決めましたね。はい。ああ、もうそうですか。そうですね。オランダで活躍してる。そう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 。まあ、シーズン開幕あと1ヶ月くらいありますからね。まあ、あんまり見られるところがないっていうのがちょっと残念なところではありますけど、まあ、活躍期待したいところでございます。もうでも10、もうずっと一部にいるチームですもんね、Z はね。強いものですからね。はい、で続いて、まあ、ジョーが、まあ本当ね、序盤とか5月の末とかちょっと怪我で抜けてましたけど、はい、まあ、復帰して攻撃面に、まあ、改善傾向が見られると。で続いて、宮原和也の攻め上がり回数が増加。はい、ちょっとね、国内屈指の右サイドバックでちょっと、今、階段を。駆け上がってらっしゃるなというところですね。なるほど。いや、ニヤニヤしますね。本当にね。あ、太ももにじゃないですからね。そう、もちろんでしょう。はい。続いて、エドワールドネットが怪我から復帰ということで。はい、誤解されますよ、先生。ジョーク。確かに。はい。ネットさん。ね、ということでございます。ね、逆にただね、はいはい、勝てなかったというところがありますので、名古屋グランパスの悪かった部分、不発編ということで。仙台戦で瓦解されたこのゾーンディフェンスが1ヶ月かかって戻ることがありませんでした。そうですか。特に、そこでね見られてしまったのが、吉田豊選手なんですよね。1対1 の, その対人戦は超強いんですけど、まあ、右でも見てもらえる通り、あの太もも本当にいい太ももされてますけどね、吉田選手のね違いで。何回言うんですか。サッカー選手してね、もちろん2だからそういうところ見ますよね、はい、先生はね、はい、本当にやめなさいよ、はい、吉田豊がね、はい、この特に、はい、なんかねゾーンとマーク の, そのディフェンスのタイミングがちょっと混在しちゃってるんですよ。なるほど。この時はあのこうしなきゃいけないよって約束事がおそらくあるはずなんですが、そこをうまく逆転取られてしまってるのが強くて、やりたいディフェンスができてないのかなというところで、それによってもともと持っていた守備範囲がちょっと狭まってきてるんですよね。それもあったから、であとあれですね、菅原選手の移籍もあったから、まあ、太田光介獲得って流れになったんだろうなと思います。あ、そっか、入ることになってますね。はい、で続いて、6月実はなんと名古屋、未勝利。おお、これは名古屋らしからぬ今季の。で7月頭も、湘南に敗戦と。でさらにその間の天皇杯では鹿屋体育大学に負けてしまったということで、ちょっとなかなかちょっと勝ち星から遠ざかってしまっていると。よくない状態ですね今ね。でルヴァンカップで丸山選手が負傷して復帰したと思ったその湘南戦の前半3分ぐらいでまた負傷してということで、なんかあんまりよろしくないような流れが続いているなというところですね。はあ、前月までの流れをねちょっと振り返ってまいりましたけど、はい、ということでピックアップゲーム参りましょう。こちらです。はい、良かったなと思うのが大分戦でしたね。宮原和也のスイッチングということで。スイッチング。はい。これね、あの、青丸になってるのが、まあ、大分の選手たちになっていて、それぞれ名前で表しているところが、名古屋の選手たちとなっております。スリーバックのね、大分相手に押し込んだ名古屋でしたが、まあ、敵陣で相手を中央にこう全体的にこうキュッと収縮させたんですよ。で、その中で泉選手が左サイドでためを作りました。で、まあ、1対1、右のウィングバックとの1対1の構造を作ると、そこで動き出すんですね、急に泉選手が。なんで動き出したか、逆サイドを全く大分の選手いないんですよ、そこ一人フリーランニングでタタタタタタと言っていたのが宮原選手、で泉選手はそれに気づいて中に切り込んだ瞬間に宮原選手がいきなりギアを上げました。泉選手はその瞬間にゴールキーパーとディフェンダーの間に入るクロスをホール、そこに宮原選手が入り込んでとこバンタッチで決めた。ありました、そんなシーンありましたね。はい、
そうなんですよね、うんうんうん、こんなところがあったと、うん、で特に、ジョー選手とかあとはカットインしてくる前田選手とかあとは赤崎選手だとか、うん、もっと前線メンバーの得点が、すごいフォーカスされたような前半戦ではあったものの、ははは、こうやって新しい形が出来上がってきたのは良かったななんていうふうにちょっと思っていたところではありました。この試合で飛び出したプラス材料ということですね。ですね。ははは。でこういうことができれば、うん、宮原選手もこう代表への流れが出来上がってくるんじゃないのかな。駆け上がってるわけですもんね。はい、というところがありました、うん、なるほど、ということでございます、はい、そして今期の流れです、はい、こちらご覧ください、うん、こちら見てもらいただければなんですけど、はい、実はね最初3試合とかもうボンボンボンと来てたところでは、緑の試合が勝利した試合ということですね。そうなんです、うん、引き分けもしくは負けが白、うん、はい、11節の、うん、浦和戦での勝利を最後に、そうですね、だ5月の中旬からだからもう約2ヶ月勝利からはというところなんですね。そうでしたか、まあ、ただあのルヴァンで勝ったりしてるんで、なんか勝ってるイメージはあるかもしれませんけど、実はリーグ戦だけで考えると2ヶ月近く勝利がないと、うん、もう開幕直後はもうこれ全勝なんじゃないかなと思いましたよね、っていうところがだんだん崩れてきたというところがありましたね。そして、はい、上見ていただければ、ルヴァンカップは、まあ、いわゆるベスト8ですね、はい、ノックアウトステージに進出、うん、天皇杯は2回戦敗退ということで、はい、まあ、カップ戦はなんか片方残ってるよというところでございます、うん、では戦術の構造を見ていきましょう、はい、こちらです、ドン、はい、こちらとなります、はい、こちらね実はあの今度戦うガンバ大阪相手にちょっとね、うん、戦術ちょっと試してみたところはあったんですけど、はい、ディフェンダーはまず頭の中のシミュレーションってことですかこれは。そうです、はい、まあ基本戦術でいこうと思うんですけど、はい、まあこれはあの太田光介が入った後の世界観で書いてあります、うん、すごいですね、はいはい、で基本は本当はやりたいこととして、うん、まあ、ランゲラック、うん、中谷丸山はいるんですけど、うん、中谷丸山に関して言えば2人とも、エースに対してそれぞれ対応するというか、はい、マンマークっていうよりもちょっとゾーン気味っちゃゾーン気味なんですよ、うんうんうん、で2人でこうそれぞれがこうガチガチやり合うっていうよりかはまあ連動してやっていくと、はい、でそこに今度宮原とかも入ってくる状態ではあるんですが、うん、宮原は先ほど言った通りそのオフェンスにね、だんだん入り込んでくることもできるようになったので、まあ、右サイドを駆け上がっていく瞬間もありますよと、うん、で太田とか宮原がやっぱり前にね前に、まあ、もしくは吉田選手とかが前に上がっていくんであれば、うん、シミッチ米本もしくはネットここら辺がカバーし合ってっていうことができればいいと、うん、なんでこの6人ので守備を基本的にはやっていきたいなと、うん、で片方もしくはサイドバック片方上がるんだったら、まあ、片方のボランチ下がってきてってので5人で守備ができればいいよという、はい、でやっぱりね相手がもしディフェンスが3人だったらオフェンスは4人、うん、ディフェンスが4人だったらオフェンスは5人、はい、最低入ってきた上で、はい、攻撃したいところですが、相手が3バックの状態だったらもう泉、ジョー、長谷川、アリアジャスル、シャビエルとかね、うん、このメンバーでいけるよと。なるほどね。でただそこで崩せないならサイドバック1枚入ってきて5人でいきますよ、うん、ということが本当は名古屋がやりたい構造では、はい、あるよと、うんうん、ただ最近はその関係性の確立自体がちょっとずれ始めているのかなと、例えば丸山選手が負傷に伴って清水選手を下げてみたりだとかした時にも、確かにビルドアップはその清水選手からできたもののディフェンスのちょっと流れが良くなくなってしまって、あとはボランチが1枚足りなくなってしまって、はいはいはい、なんてことも起こったし、うん、湘南戦では今度ボランチ2人の関係性があまりよろしくなくなってしまって、うん、米本の方がバランス取れたんじゃないのかななんてことが起こったし、ね、そのちょっとパズルの組み合わせがちょっとかけ外れてしまってるのが今の名古屋だよというところになっております、うん、で左側見ていただいたら、はい、それぞれの、選手に関する攻撃の意識だとか、うん、あとは守備の意識なんてものをちょっと書いてあります、はい、これいいですね、これ分かりやすいですね、はいはい、まあ、今後あと左側にこれ6月のってことを一応考えてあるから、うん、左側にまだ太田選手は入ってないですけど、うん、太田選手が入ったらそこはもうチャンス、もう攻撃意識としてはもうチャンスメーカー、ディフェンスとしてはゾーンで守ると、はい、で吉田選手だったらマンマークの方が強いですけど、うん、太田選手が入った方がゾーンで守れるから4人がそんなに上がりきらず、サイドの裏をケアするっていうこととかも太田選手の方がここは秀でてるのかなと。対人マンマーク限定だったら吉田選手の方が圧倒的に上です、うん、がみんなでチームで守るぞっていう時には太田選手の方が合ってるよと。なるほど。で使い分けは他にもあって、はい、行ってこい系、うん、サイドでチャンスメイクをしてくれっていう場合だったら左サイドバックに相馬選手、はいはいはい、なるほど。あとは全体のバランス取ってくれっていうんだったら泉選手を下げる、うん、あと点を取ることだけ考えるなら金井選手、うん、
意外と本当バラエティ飛んでるんですよね、はい、あれ思い出しました。今ドラクエの馬車の中から人出てきて戻るみたいなね、なそれ思い出しました。あるな、いいパーティーですね。あとはね、はい、だから、うん、特に湘南戦でもあったんですけど、シミッチとネット2人とも行こうとして2人とも止まってて息が合いすぎて、うん、あの逆に止まっちゃうみたいなこととかもあったりするんで、はいはい、そこ相手にいわゆる賢いボランチがいてしまうと、おお、いけるよってな感じで見ててしまうから、はいはい、そのね、あのうまく補完し合えるような関係性があったりするといいんじゃないのかなというところですね、はい、あとは柿谷が来るのかどうか、そんな話があるんですね。ありますからね。まあ、本人したいってことなんですね、まあ、そうですね、はい、では続いてこちらご覧ください、はい、どん、はい、今月の予定でございます。天皇杯でまずは鹿屋体育大学に負けてしまったと、うん、はい、若手でしっかりと勝利したいところではありましたが、うんうん、勝てず、はい、次今度は、あ、うん、今度は湘南戦のところ、セレストのところ、ガンバのところだと勝っていきたいってところですね、うんうんうん、でこちら名古屋の勝ち点得失点グラフのところ見ていただければただ分かりやすいのが、はいはい、去年が、うん、この折れ線グラフの部分が去年を表しているんですけど、去年の水準を保とうといった時に取っとかなきゃいけない数なんですね、これが。そうですね、うん、ただ失点はこのぐらいに抑えないといけない。そうです、まずは失点からご覧いただければなんですけど、うん、はい、ピンクです。相当抑えてるじゃないですか。そうですね、6月以外は、はいはいはい、だからまあ失点に関してだから頑張ってはいたんですよね、うん、ただ貯金できてるってことだね。そうなんです、うん、ただ得点勝ち点見てみると分かるのが、うん、なんかなかなかね、やっぱ 2,3 月に関しては飛び抜けてると。でも4月ぐらいから例年並みに戻ってきちゃってるということなんですか。そうなんですよね、はいはい、で結局ね、ちょっと勝ち点がそうなんですよ、ね、だから6月も実は例年並みぐらいの得点は取れていたけど、うん、失点ありすぎたから勝ち点が取れなかった、ね、っていうことになるんですね。守りの課題が浮き彫りになってそうだから、先ほどもお伝えした通り、うん、マンマークじゃなくてゾーンで守りたいというところがあると、ね、チームワークで、ね、守りたいところがあるから、それでいってあの取れやすいところで、まあ、太田光介取って、それが成功したのが大きかったんじゃないのかなというふうに思います。そうだったんですね、はい、うん、ということでした、はい、では続いてです、はい、今年は今月の目標設定というところなんですけど、うんうん、皆様覚えてらっしゃいますでしょうか、はい、去年の7月何があったかという話ですよ。7月、この折れ線グラフ見ていただいたら分かると思うんですけど、うん、はい、7月いわゆるワールドカップ終わるまでのところですね、はいはい、本当に大変でした。勝ち点10ぐらいで過ごしてきたんですよ、9か、はいはい、7月入るまでは、うん、ただその7月で爆上がり、うん、一気に、この折れ線グラフが去年の成績とか、ね、そうです。7月までは9だったのが一気に25に駆け上がったんです、うん、おー、すごいね。そう、はい、だったんですよね。だからやっぱり革命的な去年のこの7月があったからこそ、うん、今年の7月はどうなのかと、うんうんうん、キエもね、あのいろんなものを変えることができるのかというところですね、はい、序盤のスタートダッシュはこっちがいいわけですからね、棒グラフの方がいいわけですから。そうですね、この棒グラフの右側をいかに上げていけるかっていうような勝負ってことでしょ。そうですね、なのでそこのも注目ポイントとしては、うん、まあ、ちょっと柿谷選手がまだ入るかね、この今収録段階ではわからないんで、まず復帰したこのエドアルドネット、うん、そして、はい、獲得決定となったこの太田光介選手、うん、この2人が どれだけ活躍できるかってことには注目ですし、うん、その太田光介のクロスに合わせてジョーがどれだけ得点できるかっていうことと、うん、太田光介とその縦関係でやっていく泉選手、うん、ここにはもうだいぶ期待をかけなきゃいけないんじゃないかなというところです ね、はいはい、そこがね、ネットとも同じサイドになると思いますから、この3人の補完関係どれほどあるかに、はい、まあ、みんなで注目していきましょう。得意な7月がやってくるということですね。そうですね、はい、ということで最後には今月の一押し、うん、はい、こちらでございます。ドン、これですよね、やはりね。そう、まあ、あの、うん、ゆうきくんでございますよ。はい、特にあの U20 ワールドカップとか、あとコパアメリカとかやってた裏でね、うん、トゥーロン国際なんてありましたけど、はいはいはい、それに呼ばれて6月の中旬から下旬にかけては相馬選手も、名古屋から離れておりました、はい、これも大きかったんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり途中からのジョーカー相馬がいなかったってことで、はいはいはい、流れ変えることができなかったんですけど、そんな相馬選手はこのトゥーロンで大活躍、はい、トゥーロンのベスト11にも選ばれて帰ってきました。経験と実績を積んで戻ってまいりました。そうですね、うん、で元々本当1月ぐらい、1月2月で僕、動画とかね、我々出させていただいてた、うん、出していた際には、うん、相馬選手まだ3バック系のウイングバックにはあまり合わないから、はい、いわゆる森保ジャパンというか横内ジャパンというか、うん、そこにはなかなか絡んでこないんじゃないかってところはあったんですけど、うん、やっぱプロ入ってちょっと変わりましたね、というか自分の形ってものがあるんだなって思いました。左右で出るとちょっとまだそこ
こまでですけど、うん、左サイドで出た時 の、 あのどういう風にボールを持てばいいのかってところはサイドバックでもサイドハーフでもウイングバックでももしくはウイングでもそんなに大きく変わらないなと、チャンスメイクをするんだってところに変わらないから、はい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 、左でどういう風にボールを持ってカットインしていけばいいのかってところは本当ブラジルとか相手にも通用していたし、あのそのトゥーロンでね、ブラジル相手にその相馬乙女に一人ディフェンダー変えてきたなんていうシーンとかもありましたから、結構王国をも本気にさせた存在、現在名古屋で成長中ってことなんだね、うん、この選手に4月ご注目ください、なるほど、楽しみでございます。以上でございます。ということで月刊ね、名古屋グランパス4月号でございましたけども、はい、これも分かりやすいな、過去現在未来、まあ、毎月やっていきたいと思いますので、ね、ぜひね見てみてください。分かりました。ということでミルクサッカーアカデミー先生毎日やってるんですよね、はい、毎朝、取れたての牛乳のような情報カルシウムを皆さんに多く配達させていただいているということで、はい、ぜひ、チャンネル登録していただくとともにですね、この動画のことも拡散していただきますとよろしくお願いします。名古屋グランパスのいろんな魅力がね、いろんな方に行き渡ると思います、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、Twitter その他もいろいろやっておりますのでぜひチェックしてみてください。詳しくは概要欄をご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。井上真央でした。野上悟でした。